はい、バブルケーキです。皆さんはね、スプラトゥーンいつから始めましたか？僕はね、初代からやってます。で、3から始めた人もね、多いと思うんですけど、今回やっていく企画が初代スプラトゥーンの映像をスプラトゥーン3の映像だよってね、初心者の人に見せたら信じてくれるのかどうかというね、検証をやっていきたいと思います。今回スプラトゥーン3から初めてプレイするサンシャさんに仕掛けていきます。ちょっと添削してほしいんですけど。はいはいはい、いいよ。ちょっとスプラ3をめちゃめちゃただただやってみたんですけど、うん、何がダメかを、ダメっぽいかをちょっと言ってください。何がダメか。さあ行くぞ、スプラトゥーンだー、やっていくよ。これ字幕とかはなし？あー、まあつける予定かもしれないです。あ、ニュースという感じ。いや、スプラ3が発売したんでね。レギュラーマッチ、潮の目油田、へえ、復活したんだこれ。スプラ1の時からあったよね、このステージ。めちゃめちゃ珍しい。7年前のゲームを最新作と言って見せても全く疑われないゲームのクオリティ、すごくね。オッケー、やっていきましょう。じゃあ、いやでもね、まずは縄張りバトルやろっかな。なんか前のデータ引き継いだ人たちランク高っ、みんな50じゃん。なんかランク引き継ぎがあって、スプラトゥーン3、これスプラトゥーン2じゃね、これ。2じゃないっすよ。あれ2じゃないんだ。いや、昨日発売してすぐにもう録画で撮ったから。ああ、めっちゃ2かと思った。ランク腕前 S とか書いてたから。あー、でも引き継いだらなるんですよ。あ、へぇ、セーフ。やばい、使えた。え、これ当たり判定あるの、このとんがりコーン。やばい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 、やっていこう。あれ、なんかバレなさそう。いや、このステージ懐かしいな。スプラ1の時にしかなかったんですよ。なんかスプラ3になってね、復活したみたいで。いや、マジでこのステージ僕好きだったんでね、この縦ゾーン塗りたくるっていう、この陰キャしか集まんないスペースなんですよ、ここ。この後もスプラ3だと思い込んで黙々と見るサンシャさん、気づかなそうだ。まあ、ローラーがやっぱね、一番強いんでね、結局こうやってかわしつつ。お前やめろ、ほら、ほいほい、塗りたくれ塗りたくれ。あー、やられた。フィニッシュ。どっちが勝ったんだ一体。うわー、負けた。特に何も言われずに動画は終わった。うん、見たよ。なんかありました？いや、どういう感じにしていきたいんだろう今後っていう。あー、なるほど。やっぱダメっすよね。え、どういうこと？いや、ちょっとスプラ3ならいけるかなと思って。あ、うまさ的にって話？いや、うん、これスプラトゥーンの動画です、初代。あ、これスプラトゥーン1なの、これ。いや、全然わからなかった。あ、わからなかったですか？うん、最初2って言われた時ちょっとだけヒヤッてしたけど、引き継いだらいけますよとか言ったらなんか言ったから。あ、そうなんだと思っちゃった今、普通に。何一つとして突っ込まれなかったから、これどうしようと思って、うん、バブ系になんて言おうかなって、優しく伝えるのどうすればいいだろうなとか思いながら見てたけど。今このスプラ3の動画バズると思いますか？スプラトゥーンだー、やっていくよ。え、これ突っ込まれないってことはバレてないってことでいいですか？なんか前のデータ引き継いだ人たちランク高っ、みんな50じゃん。てか、まだ S 帯にいるんだ人。いや、このスプラ3の動画バズると思いますか？いや、バズらんよ。てか、無駄に画質いいな。いや、サムネとタイトル次第じゃない？え？え？何？見ました？え？スプラ1ってことでしょ？これサンシャさんに見せたんですよ、動画。うん、そしたら全く気づかなかったんですよ、そのスプラ1ってことに。いや、お前7年スプラやっとんねん。1の発売日からやっとんねん、こっちは。わかるわ、そんな。